ナミさん、速稼塾の久保です。いつも動画更新ありがとうございます。いや、なんかね、カルダノのステーキングのこの更新動画を見させていただくと、いや本当にね、昔のことを思い出しますよね。まあ、昔といってもそんな10年も20年も昔ではないんですけども、 7、8年前、そう、私がね、やっぱり速稼塾っていうのを始めた頃なんですよね。ナミさんとのお付き合いが始まったのは。で、まあ、今まで山口陸とかね、吉谷拓郎とかいろんな人を挟みながらの関係でもあったんですけども、まあ、その中で私もね、ついに新潟の方にお邪魔することができて、いや非常に嬉しかったなと思いますね。で、何よりも私がね、ありがたいなと思ってるのは、その速稼塾というものが、まあ、広島に私が作ってあるわけなんですけども、他の地区で速稼塾というのをね、名乗ってくださったのは奈美さんが初めてなんですよ。まあ、今でこそね、新潟速稼、大分速稼塾なり、その他の地区の速稼塾もあるわけなんですけども、でもね、本当に奈美さんとの関係はまさに並々ならぬ思いでございますということでね、まあ、冗談はこのぐらいなんですけども、いや本気でね、奈美さんとの関係っていうのは私の大いなる励みであり、心強いなと感じるところが多々あるわけなんですよね。で、私も奈美さんのことをずっと見させていただいてますし、そして今カルダノ、これがですね、私たちの間に一つのね、こう希望となってあったわけなんですけども、これが今まさに現実化して、ステーキングというものでね、ワクワクさせてくれますよね。いや本当に当時ね、私もわらをもすがむというかね、何をやっていいかわからない中でカルダノを手にしてたってのは、まあ、本当に非常にラッキーだったなと思います。まあ、ナミさんもね、まあ、いろんなこと取り組みながらカルダノっていうのがなんかすごくクリティカルヒットしたんじゃないかなと思うんですよ。まあ、当時ね、暗号通貨とかなんだかわかんない、ビットコインってなんだろうっていう時代に、よくね、プレセールとはいえ価格はそれほど高くなかったとはいえね、まあ、少しでも持っていたなと私も思いますね。だからこそこうやっていろんなことに挑戦することもできたんだと思います。これからもね、一緒にね、体の中心に楽しんでいけたらなと思いますので、また動画の更新ね、よろしくお願いします。それからですね、なんと言いますかね、先日の動画、そのロレックスの件とかね、今回のワンピースの件とか、ナミさんなりのね、やっぱこう私にはないような切り口でお送りしてくださってるんで、まあ、非常に興味を持って、ね、見させていただきました。これからも面白い動画たくさん作ってください。それではお忙しい中ありがとうございます。失礼します。